やっていこうかな。うん。やっていこうかなと思いますがね。前回変な感じで終わったような気がするんですよね。なんか動画として、つながりがさ、ちょっと変な感じあって終わった気がするんですよね。奥まで来ましたね。うん。まあ、戦闘パートはね、語るべきこともなしっていう感じなんではあるんですけどね。なんとか桜大戦も、いよいよ大詰めからなかなか前に進められない状況が続いておりまして。いよいよ、対決ですかね。鬼を。ここから先は強そう。ただただ強そう。お父様、あのモンスターファームの末蔵みたいな感じだな。と考えると弱そう。最終回、乙女たちの挽歌。挽歌って何なんだよ。漢字的には引くっていう字だよな。コーヒーを引くとかの。いや、だから分かんないんだよ。バンカーって何なのか分かんない。ここを通り立てれば、はい。私を倒すこと。私を倒すこと。待って。待って。お父様。私です。桜です。目のところが黄色いの、あの肌色なのは気になるよね。お父様、なぜですか。自らの命を捨ててまで。うん、魔と戦ったお父様がなぜ、なぜ言いたいことはそれだけか、それだけか。お父様、悪いやつのセリフが出てきたね。我が使命、左のなんか豚の鼻、ネズミの鼻みたいなのが気になるな。画面の左に見える、もうやるしかねえ。さくら、覚悟決めろ。もうやるしかないんだって。こいつはもう悪に染まっちまった。ああ、目を覚ましてくださいかな。あなたの娘さん、さくらさんのことを忘れたんですか。そちらが来ないのは、もう聞く耳持たない感じですね。さあ、鬼王の実力、実力や強力な術で心を失った、その呪縛を解くにはかけられた術よりもっと強い力が必要だ。まあそうでしょうね。その術を解く方法を探している時間がない。今は言うじゃん、レニー言うじゃん。やるしかないんだもん。お父様、一刻も早く。お父様、私戦います。最後正気取り戻すっけ。その辺なんかもう曖昧だわ。お父様に、うん、負けるわけにはいかんのよ。あ、間が挟まれてしまう。いくぜ。時間的には3分30秒だから、さすがに3分30秒で切るってわけにはいかんでしょうからね。ねえ、でででででん、はい、鬼王戦。う、私の全ての限りを尽くして殺す。うわ、あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。お父様に必ず勝ちます。確か王が方針を使ってくるから、初ですわね。カーニバルの仮面の男。鬼王が攻撃してくるときは柱の陰に隠れてください。鬼王の攻撃は私が知っている技ならそれで防げるはずです。柱に隠れながらこそこそと前に進めばいいんですね。合点承知の助。まずはちょっと油断、様子を見ながら進むか。守るべきはさくらくんかな。まあ、まずは様子を見ながら、ゆっくり戦っていこう。時にはゆっくりね、誰が見るんかわからんこの動画も。まあ、ゆっくりね、戦っていこうじゃないの。
鬼王が直線で来るんだったら、こっち側はダメか。ただこっち側かな。この辺にいるしかないかな。あった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 。あった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 。あまりにやっぱこう喋ることもなくダラーってなったらさ、さすがに考えるよね、カットをね。カット編集を考えちゃう。やっぱイニシエのね、実況者はでもそれでもカットという手を使わずにね、動画をバシャッと上げていくもんだろうなとは、まあ思うんですけどね。なかなかね。じゃあカットしたくていいほどの、こう魅力的な会話ができるかっつうと、それもなんかまだ難しいっていうね。特に話すこともないよ。いや、話すこともねえなと思いながら話すと、大抵ろくなこと言ってないんだよ。うん。言わんでもええことをな。言って後で後悔したくなるようなこと言っちゃうんだよ。シェム実況とか特にそういう感じだったよ。言わんでええこと言っとる。うん。それもまたね、よしなのかなと思ったりもするけどね。いや、良くないね。いや、良くないね。とりあえず、柱の後ろにみんな隠れながら、もう分かってるから、大岡方針が直線で飛んでくることは分かってるから、もうみんなこまめに、律儀にね、柱の後ろに隠れながら行こう。お、来いよ。ほう。京極様のため、負けるわけにはいかん。国旗会合、最強の御行使、私に力を貸せ。水庫の力ってなんだ？あ、分身。分身は厄介ではないか？容赦はせぬぞ。どうするナルトの影分身ってなんかチャクラを二つ分にして分けるみたいな感じじゃなかったかな。あれなんか毎回ナルトの、ね、本物が最後に倒されるみたいな。最後に倒されるみたいな感じになるけど、あれっていつもギャンブルしてたのかな。実は、本物死んでるみたいな。最初の一発目の飛び込みで本物死んじゃってるみたいな。あってもおかしくないよな。おっと、いい感じに収まりそうですね。いい感じに収まってるのかな、これは。わからん。打ってみるか。打ってみよう、必殺をね。合体攻撃を見せてみよう。さあ、行こう、さくらくん。行きましょう、大神さん。何をやっとる。二人は桜色。何をやっとん。鬼王の前で、お父さんの前で何やってるんですか、この二人は。恥ずかしい。ラブラブ敵派天狂剣を強っ。うん、一部全然効かない敵が。これ本物では？大丈夫かい？もう迷いません。お父様の心魂を必ず救うためにも必ず鬼を倒します。あ、そうだね、さくらくんのためにも。あー、間違えた。これは大佐のためでもの方が良かった。あー、ええんすか。別にちょろいわ、ちょろいんだわ。さくらくんちょろいんだった。違法。こんな、こういう場面で、ね。大佐の命を救うことよりも、アクラの助けるなんていうような、そんな浮ついた男に、心を開いてはいけないよ、桜くん。勝った。もう、一斉放火だな。一斉放火していきます。もう容赦しないから。たとえ卑怯と言われようともね、鬼王さんサイドがね、鬼王さんサイドが
一対一の戦いをね、さくらくんとの一対一の戦いを望んでいようともね、こちら花組、うん、たとえ卑怯と言われようとも、一斉に襲いかかっていく。勝った。やたら硬えな。カンナの必殺技をお見せしよう。最後によく見ろ、あたいの本当の力を。伝説の三聖ルーショー。三聖ルーショー。うん、なんか虎がね。虎要素どこに出てくるんだろうな。カンナの生い立ちの中に虎って出てこないと思うんだけど。沖縄に虎はおらんだろうと思うけどね。そういう野暮なツッコミはやめとこう。そういう野暮なツッコミは、ナンセンス。あ、レインはなんか、ちょっと範囲広がってんだね、これ。横に広がってる。ドゥットン。一緒なんよ。なんかその、後ろのイラストの感じが。ハンナと一緒なんよ。とまあまあ強いね。まあまあやりおる。ここで渡らん。スミレクも多分たわんと思うね。織姫も当然たわないね。ただ、必殺の射程内にはいるから、こっちに避難しといた方がいい気がするね。当たったか？いや、当たらんか？ここに一つスペースがある。使っとこう、必殺。コーランの必殺。爪は爆発。同じカンナも同じ、カンナと同じ。まず右側に行って、右側にこうアニマルたちが行って、そして左にもう一回アニマルたちが行くという同じ流れ。まあいいでしょう、細かいツッコミは必要ないよ。さすがに痛めつけすぎた。こちらノーダメの状態で痛めつけすぎた。おー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 おお、それはずるくないか。こちらをすり抜け移動はずるくないか。おーおーおーおお、国旗か。王家方針だ。この北進一刀流さくらくんの家の家系は王家方針が最高の技。でんでんで結構まあまあだな。まあまあ聞いちゃってるね。こっちは偽物だよな。おっと、こっちもしっかり打ってくる。影分身が螺旋が打ってくるような状態になってる。やめてくれ。あはー、柱に隠れてる意味がねえ。やば、死ぬってのどうするかな。さくらくんがあの位置から間に合わんだろう。とするならば風にしなくちゃいけない。風は危険じゃないか。火の方が良くないか。いやでも風かな。
わからん。やるだけやってみる。届くかもしれん。さくらくんの一発が届けばね。よし。38。あ、余裕で届くわ。すごい足の速さしてた。合体。あ、合体攻撃にはならない。だいぶまずい状態ではなってますね。邪魔よ。回復。ハンナは大丈夫じゃない？あ、余裕があるね。いけ。73、いい。いけるんじゃないか？ね。どんなに邪悪なものに心を奪われても、心のどこか、お父様思い出して、仙台のおばあ様やお母様を。情けを好き、情けをしてるんだ。そんな気持ちで戦っていては負けるぞ。そいつは敵だ。撃て。よし。よし。これは、これは一番雑魚まであるぞ。一番雑魚まである。大きい五行種、力を貸せとか言いながら。一番弱そうな水庫の力を真似て、そして散るのですね。アカシックバスターで決める。あー、間違えた。必殺使うつもりが。これはまずいですよ。あ、間違えた。何をやっとる。あのカーソルがね、必殺を押す瞬間に一発でも当てたら死んでた、こいつ。ああ。情けない声を出すな。回復すな。ピヨン。助けてくれんじゃん、あのコーマ。孤立無縁。ぴょぴょん、弱い。でも、木敷の力使おうとしたの失敗じゃないか。弱いやつ真似てるよ。ファンネルみたいな。物の数ではないよ。あ、ちょっと嫌な位置に来ましたね。床まで我らの味方をしている。うぅ。風で良い。影分身の鬼王はどうなったんだ？見せてくれ、さくらくん。地下。ああ、もう、さくらくんで決めたかったよ。攻撃のためのパネルではなくて、よもや守りのためのパネルでは。うわあ、嫌な位置に。あ、軸ずれてるな。こっちか。必殺使おうかな。なんとなく、
いか。まあいいか。鬼を弱えな。踊れ、死に至る。ザンス。ザンス。シェルクーン地区。どんなもんかな。通路確保で、カンナの重い一撃で、これでカンナの重い一撃をぶち込める。チェスト、よいしょ。あ、レディで倒すのなんか違う気がするけどな。なんか違う気がするよな。レディはちょっと出しゃばりになるんじゃないか。しかもこのランスでつくとなんか中の乗り手死にそう、突き殺されて死んじゃいそう。ああ、もう弱いな。鬼を弱いな、弱いな。口ばっかだったなこの人。私は正気に戻ってきたら新宇治唐突に唐突に正気に戻って命乞いするじゃん。お父様、人思いにやるしかないって。鬼王は新宮寺桜ではなかった、新宮寺一馬ではなかったってことにしてここで切り殺してあげるが世の情け。割と余裕あるな。お父様、仮面取ろうや。邪魔でしょその仮面。あなたの剣はこうして私の中に、私の中に受け継がれています、うん、お父様が仙台で教えてくれた正義の剣が。ラブラブ天教剣しか使ってなかったけど、関かラブラブ天教剣しか。あんまり剣を振ってるのを見てない気がするな。ちゃんと聞いて。面取れろはよ。それ自分で外そう。実は違うとかじゃなく、実際そうなのか。お父様、いや、お父様しっかりして。お父様、死人が生き返っとるとかじゃなくて、さくら、そうだっけ、大きくなったな。普通に生き返っとるじゃん。江戸転生使って、どうしてこんな、江戸転生使って、8年前のコーマ戦争で失ったこの命、命失ったんじゃないのかよ。強国の反論の実によって呼び戻された。あ、はい。強国のために戦う戦士として。なんで今正気になってんだろう。反魂の術使えばさ、死人を簡単に生き返らせれるじゃないか。強かった。だがお前たちがその実を、お前って、ちょっと不適切な発言がありました。さすが私の娘さくら、まあ、なんだろう、やっぱ一騎打ちの演出欲しかったなって思うよね。みんなでタコ殴り、あ、どうやらお前の使い道もこれまでのようだ。はい。強国って人はどうしたの？どうしたいの？
また会ったな。この帝国過激。こうやって出てきても戦える感じじゃないけどね。新宮寺山崎。賞賛はあるのかな。共に私が仮初めの命を与えたもの。いわば人形だ。人形だ。武蔵が復活した今。どこに人形に。あれ？山崎は。青いサタンだよな。青いサタンってなんで控えてたんだっけ。貴様許さん。人の命をもてあそぶとは。身の程を知れ。お前もだよ。お前も身の程を知ってくれ。誰なんだよ京極って。どの口で言ってるんだよ。偽りの正義のもとにこの帝都を支配した虫けらどもよ。話通じないタイプの、レスバできないタイプの人だ。これが最後だ。レスバできないタイプの人だよ。こっちの話聞いてない。ファイナルフラッシュ。じゃあビッグバンアタックかな。こういうのは。なんなんそれ。なんでそんなんできる。いや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 、油断しすぎだよ。何じゃない。お父様、この隙にもろとも切るか。京極、お前の思うようにはさせぬ。私の娘さくらを殺させはしない。お父様、なんかもっとやりようなかったんかな。よく聞け。あ、はい、何でしょう。あの巨大な水晶が光魔兵器を操るための妖力の質の機体だ。余裕あるな、なんか。なんか余裕あるな。水晶を破壊して魔を封じるのだ。息も絶え絶えじゃないかと、さっきまで。この奥にやたら下回るじゃん。柱の間にて、柱を切れ。京極の野望を砕け。もうダメだ。なんかもう。なんかあんなに弱かったのにさ。なんか命乞いみたいにしてさ、正体明かしてさ。息も絶え絶えだったのに、なんかいきなり この後に及んでめっちゃピンピンし、ピンピンしてなんか喋ってんの、ちょっと滑稽じゃないですか。笑っちゃいけん。うわ、笑うな。この人余裕あるな。なんか攻撃してる瞬間にさ、ズバッとこう強行を切ればいいんじゃないのか。マリアだら拳銃さっと取り出してからパンパンパンって終わりだろう。少しだけだな。父としてお前と話せてよかった。さくら、母さんに。さっきの一瞬みたいにシャシャしゃべれ。さっきみたいによろしく伝えてくれ。お父様。ちょっとアホの人でしたね。アホが入ってる人でしたね。さくらくん、お父さんは。新宮寺めが、我が法力すべてを注いだ術を耐え抜くとは。長いな、このパート。べしゃりが長いな、教育。法力が尽きた以上、私は一旦引かねばならぬ。あ、はい。お前たちは運がいい。運がいいらしい。次に会った時がお前たちの最後だ。はあ。え、あの水晶とか攻撃したらなんかダメらしいんだけど、攻撃したらなんかコウマが動かなくなるらしいんだけど、守んなくていいんすかね。防御しなくていいのかな。お、京極さんもちょっとポンポンが入ってるな。最終局面においてなんかちょっと間抜けない人たちが出始めてきてる。私、
してみせます。土蜘蛛が一番強かったな、ここまで。お父様とお母様からもらったこの命、大切にします。はい。凶獄を破るには二件二刀の儀を行うしかありません。二件二刀の儀、大神さん、やりましょう。に、よし、わかった。さくらくん大丈夫かはちょっと違うね、声の書き方がね。で、二件二刀の儀って何なの。二人の力を合わせる。二本の刀を、二件二刀の儀もきっとうまくいく。2本の刀をさくらくんは扱えるのかな。頑張りましょう。うん、てててただ4本ある。米田長官の神道の一脚、山崎勝者の高頭向け、あやめさんの真剣白羽新、そして新宮寺大佐の霊剣新たか。でもギャグの人が2人ぐらいいるからな。いや、うん、まあ、ギャグの人がね、真剣白羽取りあたりは完全にギャグだよな。行くぞ、桜くん。はい。桜大戦とかなんかもうちょっと海外の人から人気出てもいい感じだよね。この感じね。剣持ってるしね。日本刀持ってるしね。見よう。ふふってなった。二剣二刀の儀ってなんか舞を踊るんかと思っちゃった。そのままなんか切りつけると思ってなかった。ちょっと強く生きてみせます。お父さん最後どうなったんだっけ。死んだんけ。大神さん、跡形も残らず消滅したんかな。そして花組みんな中枢部に行きます。はい。あ、デートより入殿。長いな。読み上げます。長いな。デートに出現したコーマは一斉に動きを止めたと。活動を停止せり。二件二刀の儀がうまくいったようね。なんでわかるんだ。まだ喜ぶのは早いわ。ほんま。武蔵。でもまあ実質勝ったようなもんだけどね。武蔵よ。花組の皆さん。うん、その二件二刀の儀をすんなりやらせちゃったんだろうな。京極も。三笠の整備を急げ。あとも三笠あたりでこう外からバンバン打ち込めば終わりでしょう。手法をね。バシバシ打ち込めば。よし。いい感じで、いい感じでってわけでもないけども、中間点が来たのでね、ここで一旦セーブしましょう。まあ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 、鬼を倒したけど、なんかちょっと違うな。弱かったな、なんか。もっとスリルとサスペンスが欲しかったな。ちょっとアホな人たちが多かった、最後。タラララララララ全員気力充実。オッケー。じゃあまあいよいよ次あたりが、次と次あたり、あと2回ぐらいでラストかな。桜大戦実況最後までお付き合いください。お付き合いしてくださると助かります。助かりもしないか。まあ付き合ってくるといいねってことで。ほんなまた。